バスケ塾。どうもバスケ塾の坂田です。今回は3円ネオフェニックスのポーンズセットを紹介します。ポーンズセットの形からダブルピックを使いショートロールで得点をしています。では見ていきましょう。まずはサイドシールで確実にボールをもらい、スクリーンをかけた後にセンターが2人ともピックに行きます。その後ショートロールをしミドルのジャンパー、ナイスシュートです。サイドシールすることで確実にボールをもらいます。この時他の選手はポーンズの形を作っています。ボールが入ったらまず太田選手がカーター選手にスクリーンをかけます。その後すぐに2人が津山選手にピックをかけに行きます。この状態で津山選手は右にも左にも攻めることができます。今回は太田選手のいる左に来ました。それに対して岸本選手はオーバーで守りスクリーンの上を通ります。エバン選手はゴール方向に下がるドロップで守ります。ここで2対1ができました。高めの位置でキックをかけていたため太田選手がショートロールをしフリースローラインあたりでボールをもらいます。太田選手はエバン選手がシュートチェックに来ていますがしっかりシュートを決めました。ミドルレンジのシュートを高確率で決めれればディフェンスはとても守りにくくなります。ミドルレンジのシュートも練習し試合で活躍しましょう。バスケ塾ではバスケに関する情報を発信しています。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。